オープニングマッチです。全城 &JWP ジュニア未来闘争リーグ戦の一つ目の試合ということになりました。全日本女子プロレス前川久美子選手です。ですね、いよいよジュニアリーグ始まって2戦目ということになりますけれども、今日の相手は JWP のノーチ。どう戦いましょうか。今日も勝って2連勝し、決勝まで行きたいんで、頑張りたいと思います。まあ、1戦目はね、生きのいい八木を、こう、まあ、短時間で、ね、強引に抑え込んだって感じでしたけれども、今日は農地戦です。どう戦いますかね。私の敵は、玉田とアサリだと思ってるんで。ああ、そうですね。はい。JWP は目じゃないぞということですね。はい。いい試合期待してますんで、頑張ってください。はい、対する青コーナーです。JWP の農地房代選手です。1戦目はね、前場の前、玉田選手を、一周しましたけれども、はい、今日は前川選手、はい、どう戦いましょう。前川さんは自分より体が大きいんですけども、自分は JWP の試合の中でもデビルさんや関西さんとよく当たっているので、体の大きさとかは全然気にならないので、ガンガン行きたいと思います。はい、まあ、白星でね、初戦飾りましたから、このまま勢いに乗って東京ドーム目指していきたいところですね。はい、大丈夫。あ、大丈夫です。そうですか。はい。力強い言葉が聞けたところで頑張ってくださいね。はい、続きまして赤コーナーより全日本女子プロレス前川久美子選手の入場です。の第1試合、全城 &JWP ジュニアリーグ公式戦、15分一本勝負を行います。青コーナー JWP140 パウンド、ノーチーフサーよー。赤コーナー全日本女子プロレス150パウンド、前川久美子。レフリー笹崎克美。さあ、オープニングマッチです。全城 &JWP ジュニア世代未来闘争をリーグ戦の、今日は一つ目の試合ということになりました。前川久美子対ノーチーフサヨ JWP と、共に1戦目を勝利で飾りまして、ポイント2同士の戦いということになりました。斉藤さん、この試合のちょっと見どころを簡単に触れてください。リーグ戦のですね、第1試合、はい、第1戦でもって、はい、JWP の八木ひろみを、はい、コラゲホールで破りました。前川はですね、一夜にしてレスラーとしてグレードが上がったんじゃないかというような印象があります。野内選手の方は、どうでしょうね、前川選手としては戦いやすい相手って見ていいんじゃないですか。なるほど。ノーチの方は、まあ、玉田を先日の後楽園ホールで破っての、そうですね、玉田戦もノーチ選手にとっては完勝というか楽勝ではなかったですから。そうですね、かなり、まあ、かなりというか、もう一瞬の隙をついたような形になりましたよね。玉田選手の方が星を落としたというような、はい、なんとかイメージありますから、はい。さあ、その前川を今でもスナップ名なんかもありま見ましてもですね、はい、ノーチ選手非常に動きバカ正直というか、うんうん、そんなレスリングですよね。なるほど。まあ、体格差という意味ではやはりこの前川、体格的に非常に恵まれてますよね。新人ですから。新人でもないんですよね。まあ、あの全日本ジュニアのタイトル持ってたり、まあ、しましたもんね、はい、前川もね。新人にとどまってるというような印象ですもんね。なるほど、はい。まあ、それにしても、もう先日の本当に武道館の、ね、格闘技戦で
脚光を浴びて、まあ、空手出身ということで、はい、まあ、本人も意識してそういったところにまあカラーを持っていこうとはしているということですけれどもね、あじゃ、はい、アジアコング選手なんかも彼がね、前からがもうちょっと真面目にやればすごくやる、すごくすごい選手になるんだよっていうのが、うん、真面目にやればちょっと真面目にやってるだけかもしれないのか、そうでもないかもしれないですけども、ね、期待感はありますよね、確かに。ね、まあ先日も八木との試合ではあの後ろ回し蹴りというか、はい、フィニッシュはあの、まあ、空手技というかね、はい、これ一発で、あとは最後強引に抑え込んでの、まあ、勝利ということになりましたけれども、今のエルボーなんかもやっぱり体格差っていうのを感じますよね、はい、倒れたままエプロンまで行っちゃいましたよね。そうですね、はい、もうエルボーというよりはもう体当たりというかね、体全体で、当たっていったという感じですけれども、カウント2、それから今のもそうですけれども、はい、フォール技がものすごく強いですね、まあ、上に乗られただけでもというね、やつですよね。まあそれだけ体が大きいというのは非常に、まあ、レスラーとしてのメリットというのは非常に大きいものがあるわけなんですけれども、まあ、そのあたりどう切り崩していこうかというのがこの JWP の農地房よ。リング中央は逆エビの攻防、やはりあのジュニアリーグ戦ですので、こう序盤戦はこうなんていうんですかね、アイスパート逆エビとかね、そういったあのネジっぽいアイスパートなしというですね、基本技ですね、この逆エビにもがき苦しむ農地選手見てますと、はい、まあ、いつも思うんですけど、うん、あ、農地選手を応援するファンの方のね、気持ちよく、すごくよくわかりますね、痛々しいですもんね、ちょっとねそうですね、まあ、この農地も一時はあの前日のリングでね、はい、あのちょうどアサリと同期ということで、はい、上がっていたわけなんですけれども、まあ、その後円満退社して改めてまあ JWP に、そうですね、なんとなく JWP の水に合った、はい、あのスタイルといいますか、そうですね、キャラクターではないかなという気がしますし、はい、ちょうど体格的に非常に似通ったキャンディー奥選手がいますよね、はい、ですからずっと長いライバル関係というか、うん、保っていったらお互いに成長しながら、そうですね、なんか2人が名イベンターになるまで、うんうん、いつもそばにいるというかね、なるほど、うん、そういう形になるんじゃないですか、はい、まあ、未来闘争というこのサブタイトルついてますけれども、これは未来というよりはもう近い将来というかね、そういうところでも、今レスリングというかプロレス界非常にサイクル早いですから、はいはい、まあ、この農地も JWP を背負って立つ、まあ、スターになっていかなければいけないというポジションですけれども、まあ、ちょっと今のところJWP ないでもキャンディーと若干こう溝を開けられているような形になっているのノーチですから、奥地選手の方が、はい、遥か先を走ってますね。そうですね、そういう意味でもこのジュニアリーグ戦かなり本人期するものがあるんでしょう。そのまあキャンディーが初戦落としてますんでね、この辺はノーチもかなり意識しているんじゃないでしょうか。一方の前川、まあ、前川の方は前女同士の戦いの方にもうどちらかというと頭がいっているというかね、まあ、そんな試合前のコメントありましたけれども、敵はもう玉だとアサリしかいないというようなことを言ってましたけれどもね、なるほど、まあ、そういった前女同士あるいは JW 同士の戦いというのがまあこのリーグ戦の一つのキーになるのではないかという気もいたします。試合時間5分経過、やっぱり前川選手がJWP でなしにですね、はい、玉だとアサリを意識するっていうのは、うん、はい、やっぱり自分が出遅れてるということをすごく分かっちゃってるというか意識しちゃってるというか、うん、すごく分かりますよね。なるほどね、アサリなんか本当にすでにチャパリータアサリというキャラクター持ってますからね。そうですよね、玉田も玉田のプレーフできてますね、はい、さあボディアタックはカウント2、これが前川だよっていうのを見せてほしいですよね。そうですね、まあ、この大きな体格を利したなんかこうダイナミックな技というか、あるいは空手なんでしょうね、うん、空手出身というところを生かしたね打撃系なのか、まあ、その辺は本人 も見つけることじゃないですか、うん、早く今も作中なんでしょうけれども、165センチ65キロという恵まれた体格でありますこの前川、逆さ抑え込みカウント2、もうちょっと一回り大きくなってもいいかなという気もしますけどね、はい、体は、はい、まあでも筋肉質で非常にいい体ですよね。さあ今度は農地の独壇場か、ドロップキック、もう一発、今度は顎の先端をガツンと捉えました、そのまま追いかぶさって、しかしロープブレイク、さ
さあニュートラルコーナー串刺しのドロップキック、これは高さも飛距離も十分という。そうですね、特にあの野内選手のドロップキック見た後ですから、はい、迫力違うから重量感ありますよね、これは前川選手勝ちですね、はい、ここは。さあ2連発3連発強烈に胸板を貫いています、この前川のドロップキック。さあボールの体勢、もう何か前川がこう四方固めのようにこうねホールする、ね、そう横丁ですね、なかなかこれあの返すのも一苦労という感じはいたしますよね。あとちょっとこのコーナーへの攻撃はノーチ時間がかかりすぎたか、うまく丸め込んでこれはどうか、お危ない危ない、前川あわやというシーンでしたけれども、カウント2。ノーチ選手なんかああいうものでフォール狙うべきでしょうね、丸め技は非常にうまいですよね。さあバックドロップ、今度は赤コーナートップロープから一体どういった技があるのか、ミサイルキックが来るか、ミサイルキックだ、おっと対角線を利して今度は青コーナー、もう一発打っていこうというノーチであります。腰淡々とトップロープ、もう一発、ちょうど右足が動きが女の子っぽいですね、ノーチ選手ね。おそのままジャックナイフで危ないぞ、カウント2、2発目は的確に顎の先端という感じでしたね、ジャックナイフでカウント2。あしかしノーチの場合この後の決め手がどうしてもね、いつも欠けてしまうところが難点なんですけれども、さあ何があるか、ボディアタックは完全に見透かされていました。前からエンジン全開で打撃技ボコボコボコって入れた方がいいんじゃないですか。なるほど、おっと今蹴りましたけども、ちょっとまだ遠慮があるなという感じの蹴りでしたけどもね、まあ打撃技は打撃技ですから、はい、おこちらは得意技カナディアンバックブリーカー、あばら折りカナディアンバックブリーカー、おっとここでカウント、ここでゴング、完勝っていうの気持ちいいですね。あっという間42秒、あっという間42秒、カナディアンバックブリーカーより前川久美子選手の勝利でございます。強烈カナディアンバックブリーカー、これで2勝、これによりまして赤コーナー前川選手勝ち点2でございます。こちらのうちどうですか、かなりこれダメージ大きいようですけれども、いやいやノーチ腰にかなりのダメージを負ってしまったのか、そうみたいですね、はい。ジュニアリーグ戦今日の第1試合は前川久美子がノーチ夫妻をカナディアンバックブリーカーでギブアップ完勝という試合でありました。前川選手おめでとうございます。また勝ち点2で今単独トップってことですけど、どうですか2連勝。連勝しなきゃならですね、もう今日はなんか会心の笑顔ですね。ありがとうございます。フィニッシュの感触いかがですか。ギブアップで取ったことなかったんで、いつもアサリ選手とかでやると体すごい柔らかいんで全然効かないんで、よかったね、はい、もう本当に勝った瞬間はね決まったぞっていうようなね充実した表情を見えましたけれども、はい、嬉しいです。はい、まあ、これからも現段階で単独トップですから、はい、突き進んでいってくださいね。はい、すみません、ちょっと抱負を一言ございます。明日、北口選手なんで、はい、明日も頑張って勝ちたいと思います。そうです、はい、期待します、頑張ってください。